トムロフトのレース場と飼育日誌。ハタと一緒に遊びましょう。おはようございます。8月25日、水曜日の朝です。さあ、今日も元気に社会開始です。飛び回ってください。行ってらっしゃい。さあ、ハタたちが飛び出しました。最初にバタバタバタ。 飛び出したのは15羽ぐらいですかね後の鳩はもそもそ出てきて飛ぶんだか飛ばないんだか様子見ですいつものパターンですねこのまま見ていても社外にならないんで追い出しかかります鳩を追い出しました今日の社外開始です今日の天候は曇り 旧車内の気温は、二十六点五度、湿度八十五パーセント。気温も高いし、湿度も高いです。富ヤは、もう、相変わらず順調に進んでます。毎日のように羽が抜けてます。そろそろ抜けるのが終わってくれればいいなと思ってますけども、まだまだ抜ける羽の数は多い状況が続いてます。しばらく飛び続けると思いますので、状況変わりましたら、撮影を再開します。 5時45分になりました。車外を開始して15分経過です。あとは急車の周り飛び回ってます。だいぶ低空に降りてきました。そろそろ15分から20分後、降りてくるのかななんて、心配しながら眺めてます。時刻は6時になりました。あとはまだ飛び続けてますね。 うん勢いつけたりだらだら飛んだり遠くへ行ったり近くへ来たりでえ急車の周りを飛び回ってます遠征には行かなかったですねここまではえ飛翔時間三十分経過した鳩たちです時刻は六時十五分になりました飛んでいた鳩が降りてき始めました 今日の飛翔時間は45分。珍しいですね。1回目の飛翔で45分も飛んでくれたのは、うーん、いつだったのか忘れてしまうぐらい前のことです。降りてきた後はやっぱり口開けてる鳥もいますね。もう少し飛んでるな。この降りないで飛んでる鳥、これが本命ですね。こういう鳥が体力勝負の時には、 力を出してくれるんじゃないかなと思います。あ、飛んでいるいた鳥も降り始めましたね。まだ少し飛んでますけども、うん、あ、降りて降りてた。はい、今日の飛翔時間45分。鳩さんお疲れ様でした。しばらく屋根の上で遊ばせて、様子を見たいと思います。 6時20分に何かに驚いて鳩が再び飛び出してしまいました今日は45分も飛んだので飛び出さないで呼び込んで終わりかなと思ったんですけども再び飛び始めましたもう飛び始めてからもうじき10分経ちますけどまだまだ 元気に飛び回ってます今日は暑いしそんなに飛びやすいとは思えないんですけどね何かに驚いて飛び出したのでしばらく飛んでるかもしれないですねまた状況変わりましたら撮影を開始しますただいまの時間は6時45分になりました2回目飛び始めて 25分が経過しました。よく飛びますね。まだくるくる回ってます。時々こう何かに驚いた感じでダッシュすることもありますので、ちょっといつもとはこう鳩の感じが変わってます。このダッシュがものに驚いてダッシュじゃなくて、自然とこう集団でダッシュする。 なら嬉しいんですけども、どうしたものでしょう。まだ飛び続けている鳩たちです。ただいまの時間は六時五十分になりました。鳩が今降り始めました。三十分ですね。すごいな、今日は。四十五分飛んで、さらに三十分飛ぶと。 ということで、えー、私のうちの鳩にとっては非常に長い時間飛んでくれましたまた飛んでますねもう降りてくると思うんですけども待ってるとなかなか降りてこないですねちょっと待ってる時間長くなりますんで一回切って降りてきた瞬間を撮影したいと思います鳩が降りてきました 先ほど撮影やめてから23週回った程度ですねそうしたら鳩がもうどんどん降りてきて今こんな状況です何かを今日驚いてるのかな降り方もまとまってドーンっていうんじゃなくて少しずつ少しずつ降りてきますからなんかちょっといつもとは違う雰囲気ですね。おうおう飛び上がろうとしてるあ飛び上がった。 何か何か何驚いてますよね何だろう見た目何もないんですけどねカラスがそばにいるわけでもないしおながが来てるわけでもないし大きな赤線インコみたいのが飛んできてるわけでもないしそんなビビって驚くような状況じゃないんですけども私には見えないけど鳩には何か見える。 何かがあるみたいですねまだ飛んでる鳥十数はいるんですかね降りてこないですね最後まで飛び続けていた鳩まだ飛んでま今降りてきましたこれで今日の社外は終了です飛び上がらないように早めに呼び込みたいと思います 鳩が降りてきたばっかりで、何羽かは口を開けている状態の鳥もいましたけども、また飛び上がってしまうのも困ると思いまして、早めに呼び込みました。レースの時は飛んで帰ってきてすぐ呼び込んで餌を食べるということになりますので、勝手な理由で飛んで降りたらすぐ急車に入ると。 いう訓練にはちょうど良かったんじゃないかななんて思ってますハトはのやっぱり喉乾いたんですね餌も食べてますけども水もずいぶん飲みに来てますね餌よりも水が欲しいという,う初期の状況のハトです今日の飛翔時間は最初45分その後30分ということで、ね、十分満足する飛翔でした ちょっと気になったのは何かにビビっていて旧車の上に降りにくかったみたいそれが何なのかなっていうのはちょっと気になりました明日は天気が回復して朝から晴れという方が出てますので明日は20キロ訓練荒川羽倉橋まで行ってきますそんな関係で明日のブルロルの掲載は少し遅くなりますまた明日もこのブログにお越しいただければ幸いです 今日もブログにお越しいただきありがとうございました。失礼します。